kapituliere niemals! Das ist empörend! Ich habe Berlin vor Jahren gegen die Roten erobert und werde die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. Die wenigen Stunden, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Wir müssen die Zivilbevölkerung schützen. Es geht für das ist uns umstehen. Вот Артём Сафронов, я исполнительный продюсер проекта World of Things Blitz. Ребята только что познакомили вас с основной механикой новой фичи, которая нас ждет в обновлении 3.8. Но это лишь начало. Мы планируем опубликовать большое количество гайдов, статей, информацию про пресеты, видео, чтобы целиком и полностью донести до вас ту мысль, которую мы закладывали в данную фичу. На мой взгляд, это супер круто. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn! あ、どうもどうも、知識っす。Twitter とかで流れてくる、車両盗難が車好きとして悲しくなるので初投稿です。大悲しむだけじゃなくて、他人を見て自分も気をつけていきゃ。てなわけで今回乗っていくのは、イギリスティア8系戦車。FB301。通称完全センチュリオンの上位互換元いセンチュリオンキラーです。おっと、それ以上はいけない。基本性能をドン。というわけで戦地君と比較しながら語っていきます。まず走行面、これはもちろん軽戦車として薄くて当然って感じですが、正直センチュリオンも神同然、機動力で負けてるのでこっちの方が相対的に硬いかもしれない。かわいそう。砲塔も柔らかいけど、小さいのでハルダウンされると当てるのは結構難しいですね。地砲には戦地と同じ20ポンド砲を装備。ちなみに84ミリ砲です。貫通力の伸びはいまいちですが、もともと高いし、機動性でカバーできるので問題はないでしょう。DPM は飯と装填棒で脅威の2708というぶっ壊れっぷり。センチ君マジで生きてないよ。ちなみに戦地は2334です。アッペレイ同じ手法なのにおかしいぞと、かなり高水準な手法であることは間違いなしですね。視界、隠蔽、その他もろもろ高水準よって完全に戦地の上位互換です。ちなみに弱点はクレジット収支が悪いことですね。うむ、プレアカシスでしょうなと、こいつの紹介するはずが戦地君をディスってしまいました。サーセン初動はとりあえず橋下から偵察、しかし敵が見えなかったので遺跡側かなと思ったら案の定遺跡側でした。しかし味方も遺跡側なので、どうやって遺跡側の敵を崩していくかが課題になってそうです。ってことはこいつの強みを活かせるんじゃないか。そうですね。それまで味方が耐えてくれるといいですが、クソどうでもいいけど、センチュリオン君はマジで強化すべきだと思います。 DPM 揃えるとか特殊消耗品くらいは詰めてもいいよね。ある程度敵の布陣が見えてきました。遺跡側で半分、そして橋側からある程度詰めてきてますね。このままでは囲まれて負けパターン確定なので、頃合いを見てどっちかをラッシュかけたいと思います。いや、迷ってる暇はなさそうなので一気に圧をかけますよ。あ、でもこれで49に一発もらうんじゃ。そこは心配ご無用。こうやってひっついてしまえば、相手は油断を打てないし、ちょっと高速で接近するだけで、焦って外したりするんですよね。じゃあの、D49 の対処法としては、接近するか、相手横を向けて、離体吸収を狙うことですね。今回は外してくれたからラッキー。じゃあどんどん行くよ。ペースよく撃破できてるかと思えば、味方も同じくらいの速度で溶けていくので、まだまだ気を抜けないです。はい、じゃあ次行くよ。勢いよく前から突破したい気持ちもあるんですが、ここはぐっと我慢、ヘルス大事に回っていきますよ。相手結構 DPM 型とか単発型の車両多いですね。うむ、いざとなった時自分が突破口を開けるようにしないといけないし、ここは命大事に、走り間際にボーンをしている時が、一番勢いを実感する。が、今回はミリ残りだったので美味しさ半減です。次はあのサイドスカートが反省としてあるためめっちゃ側面硬いように思えるけど、実はそんなことないなぼTS君です。はい、オタク特有の早口。実際硬くないのは事実だもん。あ、視聴者の方であいつめっちゃ硬いと思ってた方、実は硬くないので、ダメ元で打ってみると意外と貫通しますよ。なんだろう、弾くのやめてもらっていいか。なんだろうな、その、弾く人ってあんまり頭良くないんですよね。いや、そうはならんやろ。はい、じゃあ次あのパンター君です。残念だったな、お前は昔 DPM を誇っていたが、今はこっちの方が上なんだ。ということで、ここまで震えていたことがかなり有利になってる。相手はアナカスト選手、両方もらったら800ダメはいくけど、震えだからどっちも受けれることにより、先陣を切れるんですよ。そして一気にクロスファイアを組んで、味方も立ち回りやすくすると。そうです、それにこの子は足も DPM もあるので、こういった場面の練習としては良いと思いますよ。まずはあのセンチ君から撃破狙っていきます。もうやめて、センチ君のライフはもうゼロよ。まあセンチの性能はこのままだとしても7倍センチの性能は上げるべきだと思うな。せめて最高速45キロにしない。12時間配信で苦しめたやつじゃん。とりあえず100戦ソロ7割は取れたけど、かなりきつかったです。しっかりと配信でやったので嘘はついてないです。嘘だと思う人は配信見よっか。じゃあその配信こっそり消しとくわ。やめてください、私の社会的地位が死んでしまうって言おうとしたけど、もう死んでたから関係ないわ、消していいよ。早くない？ちなみに私より
より社会的地位が死んでるのが目の前に見えるアナカス君です。それ言いたかっただけだろ。はい、そうです。あ、今の誘発させて被弾を最小限に抑える高等テク出てましたね。いや、もっと取り上げてやれよ。知り合いのリプレイなのでクソ適当です。っていつも適当でした、ごめんなさい。アナカスを撃破、これにて戦闘終了です。結果は、5106ダメージ6量撃破で M バッジ、ヘルスを温存して、ラッシュが成功しましたね。総評は、長所は全てにおいて高水準であり、乗り手によっては化ける性能、短所はクレジット係数が低く、赤字運用は避けられない。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくね。バイバイ。